俺自分めっちゃ変わったなって思ったのは、人生はセルフイメージが9割っていう話を聞いたことがある。人って自分にとってふさわしい給料とか仕事とか全部無意識的に決めてるらしいんだよね。だから今の自分が満足いかない仕事だったり満足いかない給料だったら、その何が自分にとってふさわしいのかっていうのを考えて、じゃあそのふさわしい自分だったらどう行動するんだろう、そんなふさわしい自分だったら何食べるんだろう、そんなふさわしい自分だったら普段どこにいるんだろうっていうことを考えながら、まあ、仕事したりとか人と向き合うようになったんだよね。そうすることによってなんかちょっとずつちょっとずつ現実が変わっていくようになったから、なんか人生変えたいと思ったら、本当自分がどういう立ち振る舞い、どういう言葉遣い、どういう仕事をすることが自分にとってふさわしいのかっていうことを考えていくことが、めっちゃ人生変わる方法の一つだと思います。